はい、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ、ギターマニアのためのギター講座です。今日はですね、弾き語りについてお話ししたいと思います。皆さん弾き語りって結構やられますよね。私も弾き語りをやるんですが、以前はね、よく感極まって歌ってる最中にこう泣けたりしたんですよ。いろんなこと思い出したりしてね。で、最近指摘されたんですけど、感情がこもってないと指摘されました。やってるうちに妙に慣れちゃってね、淡々とやっちゃうんですよね、やることを。これ非常に良くないことで、皆様におかれましてもね、聞いた時に思わず涙が流れちゃったような曲、例えばビートルズのレッド・イット・ビーとかね、その季節だってもう過ぎちゃいましたけど、山下達郎さんのクリスマスイブとか、何かその自分の人生の中の1ページを思い出して、涙が流れる、そういった気持ちってあると思うんですね。そういった気持ちをあからさまに恥ずかしい、まあね、人前で男が泣くことは恥ずかしいですけど、そういったものを見て人は感動するのであって、淡々と歌われても人は何とも思わないんですね。私はちょっとそういう状態にあるのかなと自分で思うようになりました。はい、当たり前のことは当たり前にやってるだけなんですが、人に感動を与えるためにはそのもう一歩先がないとダメなんですよね。確かにギター弾くの上手くなったんですけど、上手いと思うんですけど、じゃあそれで感動させられるかっていうと、そうじゃないんですよね。もっと大変そうにギターを弾いてる方が人は見て、あ、頑張ってるなと思うんですよね。楽々とバラララララって弾いちゃうと、なんか別に当たり前のことは当たり前にやってんだなっていう風になっちゃうんですよ。もっとその頑張ってる人を人は応援したくなるのであって、当たり前のように当たり前に弾いちゃうっていう、当たり前のように歌っちゃうと人は、あ、そういうもんなんだなっていう風に思っちゃうんですね。ここ皆さん考えてみてください。辛い思いとかね、悲しい思い、そういったことを曲にする、そういうことが大切なのであって、人に何か言われてね、悔しいとかね、そういう気持ちから歌は始まるのであって、ギターはただの伴奏でしかないので、あくまでギターは脇役です。でも自分にとってとても大切なね、パートナーなんですね。やはりギターを弾きながら歌う、この弾き語り、私は今ね、シェアミュージックという、音楽学校でギターを教えさせていただいてるんですが、生徒さんに教えてる時にね、すごく感動するんですね。すごい才能を持ってる方がいらっしゃるんですよ。私はもう長年弾いてるので、ある意味弾けて当たり前なんですね。これだけ長く弾いてれば、まあ、これぐらいは弾けるし、いちいちプロフィールにね、こういう活動しました、こんなことをしましたとは書かないですが、いろんな経験をしてきました。それは時には人が聞くとね、信じられないような話かもしれないですけど、長くやってるとそういう信じられない話って実際起きるんですよね。それが例えばフレッシュなね、中学生が弾くギターがすごく美しかったり、自分、僕では考えられないぐらい短時間でね、レッスンするの吸収していく、そういう生徒さんを見るとね、感動するんですよね。素晴らしい生徒さんに当たって私は幸せだなと思う。そんなね、気持ちを持ちながら、日々を過ごしております。こちらにテロップが出ます。ぜひね、そんな感動を共有しようじゃありませんか。私をご指名いただいたら、多分私が担当になるんだと思いますが、フリーダイヤルでね、電話していただければ、無料体験レッスンも用意されているので、ぜひ、シェアミュージックでね、一緒にギターを楽しみましょう。まずはギターを楽しむ、そして歌を歌ってみる、
はい、みんな恥ずかしい道をたどってきてるんですよ。というわけで、今日のね、誰でもできるギターマニアのためのギター講座、弾き語りについてでした。それではまたお会いいたしましょう。See you next time です。